新幹線 E956 系電車は2019年5月に登場した東日本旅客鉄道の新幹線用高速運転試験電車である。愛称は αX でアドバンストラブス4フ,フロントラインアクティビティインレールエクスペラーモンテションに由来する。北海道新幹線札幌開業を視野に時速 360km 営業運転が可能な。 営業車両の開発を目的とし、2019年5月から2022年3月にかけて時速400キロメートル走行なども含めた様々な試験を実施する。同年5月10日夜から試験を開始するにあたり、2019年5月9日に新幹線総合車両センターにて報道公開された。1から6号車は川崎重工業、7から10号車は 日立製作所で製造された。2018年12月12日に1号車の車体が川崎重工業兵庫工場で公開され、2019年2月8日には10号車の車体が日立製作所、笠戸事業所で公開された。先端部分の花の長さが1号車は約16メートル、10号車は約22メートルあり、両端を異なる形状にして、 トンネル侵入時の車体への圧力などの違いを分析する。中間車の2から9号車のうち3.7号車は他の車両と比べて窓が小さく、5号車には客室の窓が設けられていない。これらの車両では窓の大きさや有無による車両構造、客室内環境等の評価が行われる。8号車は客室を2つに分けた車両となり、 客室環境の比較評価が行われる。走行時は、先頭車、中間車の各車両に測定機等が搭載される。制御伝送装置には S インタースを搭載している。2020年10月27日には、報道関係者を対象にした試乗会が行われた。沿線の宮城県栗原市では、試験走行の車両の通過時間帯が深夜から早朝となるため、 試験走行に反対する運動が起こった。その後、栗原市議会には、アルファ x の深夜走行の中止を求める意見書が提出され、2019年10月3日の本、会議で採択が行われたが反対多数で、否決されている。2021年1月28日、JR 東日本と NTT ドコモは、2020年10月から12月に、 東北新幹線仙台駅から新青森駅間にて、時速時速 360km で走行した上で、第5世代移動通信方式の無線通信の実証実験を実施したことを発表した。5G では、ドップラー効果や線路周辺の遮蔽物の影響を受けることで、通信品質が不安定になるという課題があり、NTT ドコモによって、2017年により実証実験が進められた。 実証実験には 3GPP 国際標準仕様に準拠した装置が用いられ、結果として 5G での高速通信が良好であったほか、4K や 8K による高精細の映像を 5G を活用の上で安定して伝送できたとしている。ありがとうございます。